ハンジア・アルツォーの巨人は2017年のスペイン映画。言語はバスク語。アイトル・アレギとヨンガ・ガラーニョが共同で監督を務めている。サンセバスティアン国際映画祭におけるキャストとスタッフ身長が242センチメートルであり、アルツォーの巨人と呼ばれたミゲル・ホアキン・エレーセギーの実話に基づいている。ミゲル・ホアキン・エレーセギーは1818 18年に ギプスコア県、トローサ近郊のアルツォに生まれ、20歳までは一般的な身長だったが、その後は先端巨大症に苦しんだ。1861年に43歳で亡くなり、バスク地方で彼の存在は神話と化している。アイトルアレギ、ヨンガラーニョ、ホセマリア・コエナガは2014年のバスク語映画、フラワーズでも共同で制作している。 ハンジアは2017年9月のサンセバスティアン国際映画祭でプレミア上映され、審査員特別賞とバスク映画賞を受賞した。同年10月のロンドン映画祭でも上映された。2018年1月13日に受賞式が行われた第23回フォルケ賞では、長編映画賞と教育映画賞にノミネートされたが、受賞は逃した。 同年1月22日に受賞式が行われた第5回、フェロス賞では、ドラマ部門作品賞、監督賞、作曲賞、ポスター賞にノミネートされ、パスカル・ゲニュが、作曲賞を、イニアキ・ビリュエン・ダスがポスター賞を受賞した。同年2月3日に受賞式が行われた第32回、ゴヤ賞では、作品賞、監督賞、脚本賞を含む13部門にノミネートされ、 10部門で受賞した。なお、第32回、五夜賞で作品賞にノミネートされた5作品は、スペイン語作品2作品、カタルーニャ語作品1作品、バスク語作品1作品、英語作品1作品と劇中での使用言語がばらけた。1833年から1840年の第一次カルリスタ戦争後、帰郷したマルティンは、 弟ホアキンの身長が常人より、はるかに高いことに驚く。マルティンは、人々が地球上で最も背の高い男を見たがると確信し、ホアキンと共に、ヨーロッパ中央を巡る旅に出る。兄弟は、富と名声を得るが、ホアキンは、見せ物としての生き方に疑問を抱き、家族の運命は変わってしまう。ありがとうございます。